アインシュタインの十字架とは、銀がリダ69,457の重力レンズで4個に分裂して見えるクエーサーである。アインシュタインクロスとも訳す。これらは、リダ69,457自身を含めた名称とすることもある。クエーサーとしての符号は、クソ2237プラス0305あるいは、クソ2237プラス030。 重力レンズ系としての符号は G2237 プラス0305。1984年、ジョン・ハクラによりクエーサーと重力レンズ効果が発見され、1985年に発表された。1987年、HKCE により4つの像が確認され、1988年に発表された。リバ69,457。 ハクラのレンズとも呼ばれるサブ D 型の大円銀河である。固有名はこの銀河の重力レンズを発見したジョンハクラにちなむ地球から4億光年離れた位置にある銀河の視直径は1.61.6秒である。光述するクエーサークソ2237プラス0305が受けている重力レンズ効果の原因となっている重力源であり この度合いからリーダ千四9 4 5 7の質量を求める試みがある。クソ2237プラス0305は、リーダ千四9 4 5 7の後ろに存在するクエーサーである。地球から80億光年離れた位置にあり、リーダ千四9 4 5 7とは20倍もの開きがある。クソ2237プラス0305は、 リダ69,457の重力によって4個の像に分裂して見え、0.870.34分の領域に広がっている。像はそれぞれリダ69,457を基準に、南は A、北は B、東は C、西は D と名付けられている。さらに実際にはリダ69,457に重なる位置に微弱な5個目の像。 すなわち、クソ2237プラス0305の本体があると予想されており、観測可能かもしれない。アインシュタインの十字架という名称は、理論物理学者のアルベルト・アインシュタインにちなむ。アインシュタインは、1915年から1916年に発表した一般相対性理論において、重い物体によって発生した重力によって時空が歪み、 その歪んだ時空に沿って、光が曲がって進むことが提唱された。もし観測者と観測対象の間に、別の天体があった場合、観測対象から放たれた、別々の光を、天体の重力が、突レンズの役割を果たして一点に集めることになる。この時、別々の光を見るため、あたかも観測対象が分裂して見える。これを重力レンズ効果と呼ぶ。 重力レンズ効果は1936年にアインシュタイン自身が論文中に述べ、実例は1979年に発見された。アインシュタインの十字架は1985年に発見されたが、4個の像はその1年前に発見された4つ用のクローバークエーサーが最初である。ただし、4つ用のクローバークエーサーは中心部がよく見えないため、 十字架には見えない。ABCDEFGHIJKEXO J2240 プラス0321シンバッドハット ABCDE ファストエサフェイントオブジェクトカメラサイエンスイメージズザグラビテーショナルレンズ G2237-0305 ハブルサイトハット ABCDEFGHY88G シンバッドハット ABCDE HKC アストロン J 95、1331から1339、ハイレゾリューション。イメージング・オブ・ザ・グラビテーショナル・レンズ・システム・キャンディデート2237プラス030学術俯瞰講義に、物質の老いたち、素粒子、原子、宇宙、24ページビッグバン宇宙、国際研究センター佐藤克彦、大宇宙スケール成分動進行者117、 tisbn978 から4から416209288シンバッドでは、y88a 等と表示されるが、y88 は、e が1988年に使った名称を意味する、便宜上の表示であり、名称の一部ではない。天球座標形なので、北を上とすると、東は左。ありがとうございます。